クロストリジウム化は、クロストリジウム目のトガであり、クロストリジウム属を含む。バージー、エスマニュアルオブシステマティックバクテリアラジーの分類学的概要で定義されているクロストリジウム化は、主な属であるクロストリジウム属に加え、アシティバイブリオ、アセドミノバクター、アルコライファラス、アネロバクター、カルラマター、キャラアネロバクター、コープロビシラス、ドレア、ネイトラニンコラ、 オクソバクター、サーシュナ、スポーバクター、サーモブレイキアム、サーマヘイロバクター及びティンダリアの属を含んでいる。クロストリジウム化に追加された属の以前の分類は多くの場合、これらの属のタイプ種が系統学的にクロストリジウム属にご分類されていたためであることに基づいている。このご分類は伝統的なクロストリジウム属の分類学的構造の よく知られた問題の結果である。コリンズの系統発生分析は、クロストリジウム属及び関連する分類群の種の16、S な系統解析の最初の大規模比較であった。クロストリジウム属の種が単一系統を形成しなかったという事実は、クロストリジウム種の小グループを1981年以来と比較した多くの研究で示されている。コリンズとその後の研究この属に現在、 割り当てられている種の半分以上が実際にタイプ種であるクロストリジウムブチリカムと密接に関連しておらず、系統学的な観点からは新たに定義されたクロストリジウム属に含まれてはならないと結論することができる。クロストリジウム属の広範な遺伝的多様性はジョンソンとフランシスによって1975年に 23S が DNA ハイブリダイゼーション研究を用いて示されたが、16S な系統解析アプローチは、この属と他の属との間の実際の系統学的関係を明らかにした。クロストリジウム属は現在、命名法で152種の有効に記載された種を含む。しかしながら、16S な系統解析に基づいて、これらのうちの73種のみが、 クロストリジウム属のタイプ種の系統に含まれる。lpsnbacterio.net-eol-www.bacterio.net、e、ありがとうございます。